どうも、後藤真希です。今回ごまきと大木では、私が最近ハマっているカップ麺をいっぱい持ってきたんだけど、いっぱいっていうか、まあカップ麺5000ね、やっていこうかなと思ってて、というのも私結構食べるんすよ。マジで食べる。この間も食べてたねってやつたちがいっぱいある。なんなら昨日の夜食べたやつとか寝る前にあるもんね、この中で。一昨日の夜も食べてる。だからね、これ順位をつけるのが本当に難しいんだけど、まあ、今回はあえてね、順位つけていってしまおうという感じにしたいと思います。はい、というわけで早速第5位。第5位はね、まあまあこの辺は簡単なんですよ。やっぱ迷うのは上位なのよ。こちらです。スミレー。スミレってさ、カップラーメンじゃなくてさ、なんかあのお土産とかにもあるじゃん、北海道とかの。それも好きだったのよ。味噌の感じがちょうどいい。このカップもさ、なんかザ昔のこのラーメンとかラオウみたいな感じでさ、ちょうど食べやすそうよ。でも最近だってこういうの多いじゃん、ちょっと長めのやつ。スープとか飲む？私はそんな飲まないんだけど、何なんだろうね。できた！今ね、同時進行でスミレちゃんにお湯を入れてもらってます。私のスミレちゃん、いらっしゃいっつって。ちゃんとネギとかも入ってる。で、麺がちょっと縮れ麺っぽいような雰囲気。いただきます。私はだいたいいつもちょうどか気持ち早いぐらいで食べるかな。いただきます。うん、やっぱ味噌美味しいよね。何のラーメンが好き？私ね、豚骨は好きじゃないのよ。だけど一蘭は食べれるんですよ、なぜか。なんか秘伝のタレとか入れると食べれるけど、高価に行ってザ豚骨みたいなラーメンは絶対無理なの。なんでだろうね。うん、はい、続いて第4位。第4位はすごい悩んだんだけど、こちら、じゃじゃん、まるちゃんのホットワンタン。これ昔からあるよね。なんかあまりこう、そんなにお腹減ってないけど何かしらは食べときたいみたいな時にちょうどいい量なの。本当にワンタンだけ、あとはなんかこう火薬が入ってるだけなので、マジでちょうどいい。これがまたね、美味しいんだよね。でもこれはちょっと早めに食べてしまうとワンタンがちょっと硬いので、そう、ちゃんと時間を待って食べるか、気持ち30秒ぐらい過ぎてから食べた方がトロトロでちょうどいいのかなって私は思ってます。でね、そんなにカロリーとかもない。ちょっとダイエット頑張ってます、でもカップ麺食べたいですって人はちょうどいいと思う。うん、こういうフォークさ、ラーメンのこの蓋のところにブスって刺してさ、食べなかった？こうブスって、はい、豚麺でやりました。そう、駄菓子屋の豚麺やって、それで公園まで歩いてこうそーっと行ってた。いただきます。うん、こんな感じになってる。普通ワンタンのイメージはこの包まれてる中にこうひき肉とかね、お肉が入ってるイメージだと思うんだけど、これはさすがにね、そこまでいってなくて、なんていうんだろう、ひき肉のお肉なのか何なのかよくわかんないけど、でもなんか入ってんのよ。はい、というわけで3位の発表。3位はもうすごい迷うんだけど、3位はこちらです。カップヌードルのパクチー香るトムヤムくん。私昔トムヤムくんを初めて飲んだ時に小鼻が広がりましたっていうくらい衝撃を受けた。大人になってみるとこのパクチーがすごい好きになっちゃって、
でパクチーが好きになっちゃうともうこれ好きでしょみたいな、なんか酸味もあってみたいな、でも刺激もあってそれが癖になるみたいな感じなんです。世界のカップヌードルパクチー香るトムヤムクン食べていきたいと思います。いやいやいや、やっぱりねこのね匂い、トムヤムクン、トムヤムクンって言ってる、もうむせるっていうぐらいマジでピリッとする、刺激が欲しい人はちょうどいいかもね。はい、というわけで私の2位だったねやつ、キツネ。しかもこれはね、なんとお揚げが2枚入りって書いてますね。小学校ぐらいの時からこれすっごい大好きで、キツネかタヌキかって言ったら絶対キツネでした。さあ、いただきます。もういつも食べてる味。今日私お湯入れて自分で作ってないんだけど、人に作ってもらった方が普通のカップラーメンを食べる時よりちょっといい気分になる。気のせい？私すごいズボラなんですよ。マジで適当なんですよ。ここのお湯入れる線とか絶対守んないんですよ。味がちょっといつもよりやっぱ濃いめですね。いつもすごい薄かったんで。私の家はこちらです。蒙古タンメン中本。やっぱ君が優勝してしまいましたね。ちょっと辛いものって疲れてる時とかなんか食べたくなるんだろうね。私なんかこう辛みがあるものがすごい好きっぽくて、でこれの火薬とかの豆腐の感じとかキクラゲのちょびっとした感じとかがまたちょうどよくて、なんなら普段スープとか飲まないのにこの中本はスープもちょっと飲みたくなってしまうんですよね。それほど私にとって中毒性がある。もう出た時に嘘って思ったもん。ついに中本セブン出しちゃうのみたいな。私めっちゃラーメン屋さん通ってたんで、ついに出たかって思いましたね。そんな蒙古タンメン中本が私の第1位となりました。皆さん食べたことないって方はぜひ食べてみてください。これですね。ああ、やばい。いただきます。辛さがちょうどいいね。これ辛味オイルを全部入れてもいいし、苦手な人は入れなくてもいいんだけど、1、2滴だけでもいいから入れるとまたちょっと味が変わって、本当に辛味オイルがなければ普通に味噌系のラーメン、ぜひ調整してみてください。はい、というわけで1位に輝いた蒙古タンメンは安定の美味しさでした。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。これが写真集とかの前日に食べたラーメンですか？いやもうだっていっぱい食べてる。蒙古タンメンもそうだね、食べてるね。めっちゃ食べてる。ちなみにこれはですか、ロケバスで飯通をした時もバスの中で食べたの蒙古タンメンですか？ね、ロケバスは違う、なんかコンビニで買ったやつ。ランク外でしたっけ？でもなんか辛い系だったそう、辛いしますけど、そう辛かった気がする。セブンだったけど、そうですね。